ミルポアは、フランス、奥下にー地域圏、アリエージュ圏のコミューン。コミューンは、オード県と境界を接している。パミエとカルカソンルの中間のエルビフ川沿い、ピレネー山麓とローランゲ地方の半ばに位置している。コミューンには、古い国道である119号線、625号線、626号線が通じている。 19世紀に描かれたミルポワア和クの支配下にあったミルポワは、12世紀後半には、カタリ派が優勢となっていた。1206年に開かれた、教会会議では600人ものカタリ派信徒が集まった。1209年、ミルポワはシモン4世ドモンホールによって攻略され、彼の配下の一人であるギード・レビに与えられた。彼の子孫は、レビ・ミルポア家として存続した。町はもともと、 エルビフ川右岸の川床に作られており、1289年には激しい洪水に見舞われた。壊滅した町は川の対岸に再建されたが、ミルポワ領主によって当てがわれたその場所は当時自然の高台であった。新たに築かれたミルポワは厳密な意味でのバスティットではない。しかし、旧市街は当時最も有効な都市計画で築かれており、そこには 典型的なバスティットの要素がある。1801年までミルポワにはカトリックの司教座が置かれていた。ミルポワの語源は完全な総意としてまとまっていない。観光ガイドなどほとんどの参照文献では魚を探すという奥語にもともと基づくと言及している。これは町がエル川の浅瀬近くに建設されたという事実に由来する。そこは 水が十分に済んでおり、魚を探すには、この場所が適していたことは明らかである。この説明は、しかし、新たな研究を発表した学者に否定された。研究によれば、ミルポワの語源は、ラテン語のミルムポリウム、山を探すであるという。実際、ミルポワの町は、印象的な背景となっている、タブ山地のミネミネと向かい合っているのである。参照もと、 1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。